お前が悪いのか。干渉の多少の。いつの間に損失を学んだ折りだ。ここは中継所だったのだ。兵糧は今頃船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞くか。まずは様子を探ろう。浜に猛虎の小舟が。猛虎の陣。まさか突っ切るとか言うなよ。硬い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのは無難だぞ。あの火薬は火を吹くことを。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえ。周辺を崖に置け。周囲を引きつけた船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は敵に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ、浜に降りよう。聞こえたな。行くぞ、行くぞ、行くぞ。お前の戦い方、長岡の刀クラブを思い出した。お前はただ手を選ばない。勝負だからな。お前も本気だった。さてね、何が言いたい。別にただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済みすな。用意ができたようだ。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの人は強い。急がねばならぬ。貝を持て。ここまで撃たれていくと火に気を取られるから、音を立てるのだ。食い物を探そう。何もないな。早く言えばよかったものを。隣の船か。聞こえたか。
4人、いや、4人は逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。ああ、急ぐぞ。ここにもなければ次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。